前田殿も。毎度、岩本でございます。今回の動画は6月9日、エスコンフィールドで行われました、ファイターズ対タイガースの試合をお届けしたいと思います。結果、皆さんご存知の通り、4対0、ファイターズの勝利と。見て。道内一面、新庄初虎狩りと。新庄監督初虎狩りと。もう一心が、ほら、虎退治まで書いてる。新庄監督が言うて、去年は交流戦でタイガースに1勝もできなかったファイターズで、新庄監督もプレイヤー時代に阪神タイガースで育てられ、野球のノウハウを体に頭に叩き込んだ人ですよ。感慨深い心境で、監督としてね、その場に立ってたと思う。でもその中でも今回初勝利できたことは本当に嬉しいんじゃないでしょうか。その試合見てください。エゴスタイガー、ああ、やっぱヒーローになったエゴシタイガーが、まあ、こちらの新聞もエゴシタイガーです。見てください、一面これ。ああ、これでもう皆さんも、ファイターズのエゴシタイガーという印象をしっかり持ってもらったんじゃないでしょうか。はい、その試合振り返ってみたいと思いますけども、先発の、鈴木健也、素晴らしいね。本当にもう、高校生ぐらいの時からアンダースロー磨いてるピッチャーかなと思うぐらい、しっくりきたそのアンダースローのピッチャーが、もう虎打線を退治していく。ということなんですが、結構ね、要所要所でランナー貯めてんのよ。でも、彼のピッチングの小気味の良さ、アンダースローだけども小気味よく、そしてのらりくらりゆったりとみたいな、いろんな要素が詰まってるピッチングの中で、好プレーが出るんだわ。もう初回なんかいきなり、もう何、センター前で、一塁ランナーがサードに行くと、こう、江越がナイスコントロールの送球でアウトでしょ。ああいうプレーは、やっぱ、そのままね、うん、攻撃にリンクしていく。まあ、これ顕著に出てるんですよ。そうやって、打線を鼓舞するピッチングってよく言うでしょ。打線を鼓舞する、守備もあるんですよ。それが非常によく表現された試合であったんじゃないですかね。ホームもタッチアウトあった、ハンソンの、ランナー三塁のからの、セカンドゴロ、嫌なバウンドやったんやで、嫌なバウンドをパーンって身のこなしよく取って、くるっと一回転して、からホームに送球タッチアウト、そういうね、一つ前の塁を許さない、特にホームベースなんて一つ前どころじゃないですよね。ホームインですから、その進塁を許さない、得点を許さない守備っていうのは、チームにとってすごい強みだし、そのプレーを生み出すのも、ピッチャーの投球リズムや、投球内容にもよってくる。それがすごく表現的に、ベリーグッドだったのが、昨日のファイターズですよね。ピッチャーしっかり抑える。無駄なフォアボールは出さない。そして打たせて取る体勢で、守備陣たちは守りやすいので、好プレーが出る。好循環が生まれてますね。バッティングもそうですよ。試合の中で先制中押しダメ押しと、3イニングにわたり得点したんだけども、その中で先制点は、伏見トライですよ。名前にトラ入っとるで。びっくりするわ。伏見トライが、ランナー2塁3塁から、フルカウントからですよ。入ってくるカーブ、カーレフト前。僕はその時、うわ、キャッチャーだったよなと思ったのが、やっぱストライク2つついて、駆け引きの中で最後、その変化球を捉えるところがね、ボールを長く見たりとか、そしていろんな読みがあったりとか、でそこで仕留めるバッティングの仕方が、うわ、キャッチャーとしてすごく能力がバッティングにも生かされてるなっていうようなね、タイムリーヒットやったね。盛り上がったね。伏見も何 ?14 試合ぶりのタイムリーヒットくらいかな。まあでも元々は扇の要でマスクをかぶってキャッチャーとして頑張ってほしい選手だけども、バットが効くとベンチが盛り上がる。とっても盛り上がる。ほんでリードも冴えてくる。ほんでもしっかり0点で抑えてる。好循環生まれてますよ。そして、まあ、鈴木健也のヒーローも、淡々と投げるタイプですけども、まあ、アンダースローのピッチャーで、のらりくらりですから、投球テンポに間が空くと、ものすごく間延びの投球に見えるんですよ。アンダースローだからこそ、テンポよく、テンポよく。マリーンズにいた、渡辺俊介さんもそんな感じだったでしょ。アンダースローが成功しているピッチャーは、投球テンポがいい。リズムなどなど含めてですよね。それがしっかり表現できているのが鈴木やね。バッターたちが分かってても120キロ台のストレート詰まるんやから、変化球来たら空泳ぐわね。その、連鎖がアウトの積み重ねとなり、彼の防御率の良さになってるんですよ。これえげつないで、防御率この試合終わって鈴木健也防御率 1.55 抜群やね。で6勝挙げてるでしょ。これは2桁勝利どころか最多勝とかね、そういうタイトルも、まあ、夏以降はね、みんながわーわー言うところですわ。そしてもう一人のヒーロー、エゴシタイガーやね。ヒーローインタビューのコメントも100点満点やと。タイガースファンの方々、本当に感謝の意を述べる。ほんで、ファンの方々も、タイガーに頑張れよと、
ステージ変わったけど、まあ、新しい環境で頑張るよというようなエールも飛んでたし、まあ、これぞ野球ファンやなと、エスコンフィールドに集まってくれたタイガースファンの方、そして、ファイターズファンの方々がね、それぞれのチームを応援することもそうだけど、その個人をいろんな思いで応援する、すごく野球のね、支持していただいているファンの方々のあり方に、改めて野球人として感謝を。覚えましたね。ありがとうございます。その感謝の気持ちを感じている江越が1打席目は見逃し三振やった。ドーンと入ってきた球をもうど真ん中のまっすぐですよ。なんかこう構え遅れて最後バット出なかったっていうような悔しい三振だった。でもう1打席目三振で、おね2打席目も凡退。阪神タイガースから移籍した江越大河が、新庄監督もそれ相応の期待と彼のその なんていうのかなエクストラの心理、そういうのを求めて一番の大抜擢やからね。ほんなら3打席目西純也にトントンと追い込まれた後ですよ。3球勝負に来た西純也の若さあふれるというか、まあ若気の至りというか、思わず勝負を急いだんかな。アウトコースのストレートがボール半分ぐらい甘く入ってきた。だから軌道で言うとシュート軌道やね。それをやっぱ追い込まれながらでもボールをしっかり見て自分のヒッティングポイントまでボールを引きつける、これがね一番エゴシのタイガース時代からファイターズに移籍して新庄監督と改めて出会い、でそこでバッティングに取り組む角度を変えた成果が結果となった部分。どのカウントでもポイントを前に打ちに行っていた彼が呼び起こして打ち返すバッティングになっている。これ分かりますか。打ちに行ってた打者が打ち返す打撃に変わっている。これが彼の一番変わったところ。それが反映されたバッティングはあそこ、ツーストライク、ナッシング2からアウトコースのちょっと内に入ってきそうな軌道からそれを引きつけて右方向にカーン、こう来てる球をこう打ち返すんやから、それは強い打球になるし、タイガの腕力の強さやったらガチーンと。彼のコメント聞いた？ライト前かと思った。まあこれリップサービスだけど、どんどん伸びていくその打球がライトフェンスを越えたっちゅうの。すごいホームラン。ああいうホームランを打てるバッターってそんなにいないんですよ。いろんな VTR とか、いろんなスロー VTR も見ました。いい打ち方してんね。顔残して右手でガチッと最後押し込むね。あれはまさに押し込むって感じ。引きつけて打ち返して最後一押しあるの。だから打球が強いのよ。ピッチャーも、あ、ライトにうまく打たれたって感じやけど、あれ？もしかしたら、そのままフェンスを越えていったもんね。だから、エゴシタイガとはどんな打者ですか？こういう打者です。引きつけて打ち返すその打球が力負けしない、そういうバッターなんですよ。そう思えば三振が多いバッターだけども、守備に、足に、ね、脚力あってです、とても、走塁にも魅力ある。そしてやっぱ、バッティング、パワーあるやんか。不思議、江越と、新加入の選手がこうやって活躍することによって、チームは活性されるのよ。守備で言っても、ハンソンのプレーなんてめちゃくちゃ光ってるからね。あのプレーが中途半端で、ギャンブルかけたプレーやったけども、ランナーもギャンブルかけたけども、あそこでギャンブル負けしてたら、この試合どうなってたかわからないから。土曜日の第2戦目、一層の期待を込めて、黄色いシャツやんか。これには大きな意味がある。いろんな意味があるんですよ。ガールスポーツ見てもらったらわかります。毎度お気に入り。